皆さんこんにちは。今回は144分の1、ハイグレードグフカスタムのバルカン砲の塗装方法についてご紹介をいたします。まず黒サフを使って真っ黒に塗装をしておきます。次にメタルカラーのアイアンを使います。筆塗りで使うことの多いメタルカラーですが、エアブラシでも使用可能です。すべて塗りつぶすのではなく、少し黒が残るように吹き付けます。こんな感じですね。これを綿棒を使って磨いていきます。このような感じに仕上がります。重心の表現方法をご紹介します。まずはクリアイエローとレッドを混ぜます。これは私がクリアオレンジを持っていなかったためで、ただ混ぜて作っているだけです。一部にマスキングを行ってオレンジ色を重心部分に吹き付けます。すべて塗ってしまうのではなく、パーツの境目を中心に吹く感じですね。雰囲気を見てみたかったので剥がしてみました。良い感じですが、色味が少し単調に思えます。そこでオレンジ色にスモークを加えてみます。オレンジプラス黒でクリアーブラウン、透明の茶色の出来上がりです。これをイエローの根元付近に吹き付けて色に深みを与えます。吹き付けているシーンが撮れなかったのですが、このような感じになりました。でもこのままでは光沢がありすぎです。ウェザリングマスターを使います。オイル汚れを化粧スポンジに取って、これでクリア塗料の光沢感を少し抑えてみました。ミリタリーらしい鈍いツヤに変わってきました。次に油絵の具のランプブラックで墨入れを行います。油絵の具はエナメル塗料ほどの浸透力がないので、プラを破壊しません。そして最大のメリットはこのぼかし技法が使えることです。乾いた筆でパタパタしてあげると境目が優しくぼけてくれますよ。棒順の金属表現をご紹介します。金属部の質感表現を行います。ウェザリングカラーのグランドブラウンを使います。攪拌をせずに内部の沈殿物を取り出します。専用溶剤で用途に応じた濃度に調整するのがおすすめです。調色ヘラを使って飛沫を飛ばします。溶剤でこれをぼかして金属表現の下地を作っておきます。もう一度飛沫を行います。今度は小さく重点的に行いました。乾いた筆で軽くこすると飛沫跡の残ったボケ方をします。長弾痕はステンレスを塗りました。面相筆で慎重に内部を塗っていきます。先の細い模型用綿棒で磨きました。すすを描きます。油絵の具のランプブラックを塗りまして、乾いた筆でブレンドすればすす跡の出来上がりです。最後にエッジ部分を磨き上げておきます。オイル汚れの表現方法を紹介します。機
患部のオイル汚れを再現します。使うのは模型用の油絵の具です。エンジングリースという商品名なのですが、このような液体が入っています。濃度といい、色合いといい、エンジンオイルにそっくりです。これを面相筆で境目などに塗っておきます。回転部分などにも重点的に塗っておき、噴出して飛び散ったオイルなども飛沫で表現しておきました。ちなみにタミヤエナメルを使ってオイル汚れを表現する方法はリンクの動画をご覧ください。最後に重工にタミヤエナメルのシルバーを塗って完成となります。いかがでしたか？今回の塗装方法が皆様のモデリングのアイデアになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。